リトルプリンス製の王子様と私は2015年にフランスで制作されたアニメーション映画作品である。第68回カンヌ国際映画祭非コンペティション部門賞大作品。原作はアントワールド・サンテグ・ジュッペリの星の王子様となっているが、内容は星の王子様の後日談が9歳の少女の目を通して描かれるものになっている。また、本作は CG アニメとストップモーションアニメによって制作されており、シーンによってアニメ手法が使い分けられている。とある町に暮らす女の子は、名門校の入学試験に合格するために、母親から与えられた厳しいスケジュールの下で、夏の間、勉強つけの毎日を送っていた。しかしある日、彼女は隣に住んでいる、年老いた飛行士と出会い、 彼がかつて砂漠で不時着した時に出会ったという星の王子様の物語を聞かされる。女の子はその物語に夢中になり、飛行士と仲良くなるが、そのことを心よく思わない母親に叱られてしまう。それでも彼女は物語の続きを聞くため、こっそりと飛行士に会いに行っていたが、物語の悲しい結末を知ってしまい困惑する。そして夏の終わりが近づいたある日、飛行士は、 病気にかかり入院してしまう。女の子はその夜、意を決して王子様に会いに行こうとするが、カッコ内は日本語吹き替え2013年6月5日に、ジェフ・ブリッジス、マッケンジー・ホイ、レイチル・マク・アダムス、ジェームズ・フランコ、ベニチオ・デルトロ、マリオン・コティアール、ポール・ジア・マッティラ、同年9月12日に、アルバート・ブルックスが声優キャストとして参加することが発表された。 2014年12月10日には、ハンス・ジマーが本作の音楽を手掛けるとされていたが、最終的には、ジマーとリチャード・ハーベイによる共同作曲となった。本作の企画、ストーリーボードの制作は、フランス・パリで行われ、アニメーションライティング、色調整、制作の最終段階は、カナダ・モントリオールで行われている。本作で使用される音楽は、 ハンス・ジマーとリチャード・ハーベイが共同で作曲しており、フランスのポップ歌手であるカミーエが歌で参加している。本作は2015年5月22日、第68回カンヌ国際映画祭で、非コンペティション部門招待作品として、ワールドプレミアで上映された後、7月29日に、パラマウント映画の配給により、フランスで公開された。アメリカでは、 同社の一部門であるパラマウントバンテージによる配給となり、ドイツ及び日本ではワーナーブラザースの配給により公開される。その他、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドではワインスタインカンパニーにより配給される予定となっている。アメリカでは二0十六年三月十八日に公開が予定されていたが、直前に配給元のパラマウントアメリカが公開取りやめし、 配給撤退したことが判明した。2015年9月20日現在、本作はフランス国内で1210万ドル、全世界で6520万ドルの工業収入を記録した。特にフランスでは公開発週での工業収入が330万ドルとなり、自国の工業収入ランキングで2位を記録。同時期に公開されたディズニー映画、 ベイマックスよりも12%上回る結果となった。第2週では前回より41%下がった140万ドルとなり、2週合わせての総収入は550万ドルとなった。ブラジルでは工業収入ランキングでミッション、インポッシブル、ローグネーションに次いで初登場2位を記録したが、第2週ではトップに躍進した後3週連続で維持し続けた。 10月5日現在での興行収入は2700万、レアルとなり、同月18日では映画館への来場者数が200万人を超えた。中国では10月16日に公開され、公開発週での興行収入は1090万ドル、興行収入ランキングにおいては、アントマンに次いで3位を記録。その後10日間で2090万ドル、第3週では2400万ドルに達した。 アメリカの映画批評集積サイトロッテントマトズは、サイトに寄せられたレビューをもとに90%の支持率を本作に与えた。メトクリティックでも、好意的なレビューが寄せられ、本作に与えた過重平均値は70、100となっている。絵本性の王子様、ありがとうございます。